なんだこれは、違和感。この俺と同じ速度、300キロ、水の上を走れる速度で走ってやがるし、シュークリーム食ってやがる。ランニングマシンでシュークリーム食いながら走ってやがる。ならばこちらも食わねば、ブサ法というもの。うま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 い。やばい人だ。ランニングマシンで叫び散らかしエビフライ食いながら走ってるやばい人だ。帰りたい。ただのエビフライじゃないわ。タルタルソースにエビフライをつけてるの。エビフライはタルタルを美味しく食べるために存在してるのよ。マジか。おねえかよ。その筋肉で。勝利の数は、この闘牛の背後から追って吹いている。筋肉も体力も絶好調だ。地球上の生物で、このフィジカルゲフテッドに勝てる筋肉はない。格の違いを見せてやる。お前が走るのをやめるまで、絶対に俺もやめない。決着が止まる時よりも、早く着くだろう。うなんでこの人こんなにテンションが最高にハイなんだ。まあ一筋肉動かせますか。10時間後。なんだよ、もうまだかよ。格の違い見てみたいな。まだ90時間残ってるし。違和感。100時間走るなんてごめんだね。いつもの俺ならそう言ってとんざらこいた。だが目の前には俺と同じフィジカルギフテッド。否定したくなった。ねじ伏せてみたくなった。自分を肯定するためにいつもの自分を曲げちまった。その時点で負けていた。チューチューラブリムニームニームラムラブリンブルル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